定年退職後、大曲末広に移り住んで13年になる田村幸男さん。ギターの弾き語りをはじめ、アルトサックスやオカリナなどのボランティア演奏を市内各地で展開し、聴く人に笑顔の花を咲かせたいという思いを届けてきました。地上の星シリーズ3回目は、そんな音楽愛いっぱいの田村幸男さんをお尋ねしました。はい、こんにちは。あ、こんにちは。よろしくお願いします。はい、お願いします。すごいトロフィーの数ですね。素晴らしいですね。ありがとうございます。またこちらの壁を見ますと、随分ね、あのポスターもたくさんありますけれども、はい、あ、素敵ですね。そしてまたここには楽器がいろいろ置いてます ね。スピーカーもありますし、あ、ここがスタジオなんですね。スタジオというかね、狭いんですけども、ここでなんとか気軽に練習してますね。でもとてもいい空間ですね。ありがとうございます。田村さんには北広テレビの作品に何度も出ていただいています。流れも清きのわつ、本当に素敵ですね。もう癒されてしまいますけれども、まあ、とても素敵な歌をね、聴かせていただいてますが、はい、田村さんが音楽をやろうと思ったきっかけは何なんでしょう？そうですね、小学校の時に先生に褒めてくれたのと、それと中学校の時に僕をブラスバンドに誘ってくれた友達がいまして、はい、そのきっかけで、ブラスバンドに入ってクラリネットをやってたのが最初のきっかけですね。ああ、そうですか。あと、それと同時に中学の頃、兄貴がギターをやってたんですね。ああ、そうですか。でそれを横で見てて、あ、僕にもできるかなと思って、ちょっと兄貴のいない時にギターをいざくらしたりして、はい、で、こう、小賀メロディーとか やりだしたんですね、はい、それでなんか楽しくなって、で就職してからサブテーラーに憧れまして、あ、そしてテナサックス買ったんですね、はい、そして地域のこうバンドグループに入って一緒にやって、でその中でテナサックスからアルトサックスに変更したりして、で楽器もだんだんいろいろ触ることになりましてね、田村さんはいろんなところでボランティアの演奏なさってますけれども、はい、そのボランティアの演奏をするきっかけは何だったんでしょう？高校を卒業して就職してから、はい、なんか自然とそういう環境で音楽をやらさせていただいたっていうことがありまして、はい、社会人のいろんなボランティアグループに入りながら、はい、先輩方に誘われて一緒にやってたっていうことですね。また市内でもいろんなところで活動されてますけれども、これはまたどういったことかでしょう？そうですね、シルバー人材センターに入りまして、はい、シルバーホットバンドというのを作りまして、その中からメンバーの人が話をしてくれた話をいただいたりして、はい、だんだん広がっていくきっかけになりました、ね、はい、ボランティアをやってて、はい、とても楽しいこととかってのはどんなことなんでしょう？そうですね、まあ、最初は若い頃はいい演奏ができなかったりしたら、いや失敗したとかって自分を責めたりしたんですけども、あるところでちょっとあんまりいい演奏ができなかったもんですから、いやこんな演奏しかできないんですよって言ったら、年配の女性の方から、はいはい、いやいやもう楽しく歌ってくれるね、その笑顔を見るだけで私たちは十分ですっていう言葉を聞きまして、田村さんイケメンですからね、ありがたいな、嬉しいなって、やっぱり楽しましてもらってる、自分自身が楽しませてもらってるという思いの方が強いですね、はい、あ、そうですか。コロナの影響でボランティア活動はどうなさってますか？そうですね、去年の2月から一切キャンセルになりまして、全然
コンサートがなくなりました。そうですよね、でもその分練習する期間が増えたかなと思いまして、はい、もし再開できる時にはよりいいものをお届けしたいと思って今一生懸命練習してます。はい、たまたま今日一緒に練習し始めた人と練習する日なんですね、はい、で今日ちょうど来てもらってるんですけど、そうですか、呼んでよろしいですか。はい、はい、お願いします。白石さん。はい、白石さんです。こんにちは、よろしくお願いいたします。素敵な音色ですね。ありがとうございます。これがエアロホンっていう楽器なんですか。そうですね、はい、初めて私見ましたけれども。そうですか。とっても変わった形ですね。そうですね、サックスによく似た、はい、運針になってます。はい、はい、素敵なハーモニーが心にですね、もう響いてきましたよ。ありがとうございます。田村さん、はい、とっても強力な助っ人が入ってきたっていう、そんな感じじゃないですか。そうですね、とても嬉しいですね。今は充電期間ということですけれども、ね、コロナがね、早く明けて、もうたくさんのお客さんがいる会場で、このお二人の素敵なハーモニーがいっぱい響き渡るという、まあ、そういう時が待ち遠しいですね。そうですね、喜んでもらえるように今のうちに十分に練習をしたいと思っています。はい、早く多くの皆さんを楽しませてください。はい、ありがとうございます。頑張ります。この身を任せて